とまず1994年に約20年前になるんですけれども、デザインフェスタというイベントの第1回を開催しておりまして、でその後4年後、1998年にデザインフェスタギャラリー原宿というのをオープンをしております。そう、まあ、もともと創設をしたコンセプトといいますのが、アーティストさん同士で主に交流ができる場所ですとか、アーティストさんと来場者さんが交流ができる場所っていうのがなかなか日本になくて、でそれがここではいろんな大小さまざまなギャラリースペースがあることで、まあ、気軽に気兼ねなく隣の出店者さんですとか来場される方も気兼ねなくお話ができる場所っていうのをコンセプトとしてますので、それを続けることですとか、あとはやはり、まあ、場所自体も結構原宿の観光スポット的な場所にはなってるんですけれども、より多くの外国の方にももっともっと来ていただきたいなというところを目指してます。もともとここの建物自体が昔桜ハウスのゲストハウス、外国人専用のゲストハウスだったものをギャラリーに改装してということから始まってるので、結構そのアパートだったっていう名残はまだまだ各スペースにも残ってますし、まあ、逆にそれを面白がって出店いただく方も非常にそこを魅力として感じている方もいらっしゃいますので、こういった雰囲気は、まあ、残しつついろんなことにチャレンジしていきたいなとは思います。おかげさまでデザインフェスタ今年で20周年を迎えるんですが、20周年を迎えるにあたって今回新たに学生の皆様にもアートの展示の機会を提供しようと思い、学展という新しいイベントを企画することになりました。去年の年末にこちらの、ウエストアートポケットの方で展示をした際にですね、学展のことをちょっとスタッフさんから勧められまして、それでちょっと検討しようかなと思いまして今に至ります。デザインフェスタというちょっと学展よりも全然大きいイベントがあることはちょっと前から知っていたんですけれども、学生向けのそういう展示会があるというのは新しい形の展示がやっぱり学生さんに与えられるなと思いまして、すごいいい機会だなと感じました。もうほとんど自分の中では何も考えずに感覚でやっている部分がやっぱり多いですね。でやっぱり今実質5、6人部員としているんですけれども、それぞれがある意味違う写真の形を作っていますので、みんなやっぱり個性がよく現れる展示を目指しておりますね。でこちらの作品なんですけれども、もちろん iPhone ケースにこちらして今個人として使っているんですけれども、今度8月に開催される学展の方でもっとクオリティの高いものにしてからお客様の方に売りたいなというふうにも思っておりますね。